皆さん、昨日夜ご飯何食べました？生春巻き。お店の？コンビニ。コンビニ、はい、トマト君は？一蘭の即席麺に豆腐を突っ込んだやつ。あー、美味しそう。渋い方食ってるでしょ。そして、まだ何食べたの夜？ガーリックチャーハンです。自分で作ったんですか？ローソンの。ってことでね、皆さん、ちょっと健康にね、もうちょっと気をつけた方がいいのかなと思うんですよ。コンビニ飯ばっかじゃないですか、僕らって。まあ確かに、あんな近くにコンビニがあると、うん、やっぱ行く。行くよね。それに、冷蔵庫って呼んでるもん。冷蔵庫って呼ぶんですね。コンビニ飯は美味しいですけど、ちょっと僕ら食べ過ぎってことで、今回、自炊をしたいなと思いました。あー、自炊ね。最後、いつしました？皆さん。豆腐とカップ麺。自炊って呼ぶなら。自炊なんてありません。ダメです。もう全然してませんよね、僕ら。自炊はね、2ヶ月ぐらい前はしてたけど、うん、やめたね。まあ、めんどくさいってのもありますよね。ってことで、今から日本版コストコ。日本版コストコ？なんだそれ。ちょ、わかんない。業務スーパーに行きたいと思います。なんで？なんで？それで食材買ってみんなで料理しようよっていう。なるほど、食材があれば料理するだろうと。いちいち買いに行くのもめんどくさいもんね。その手間を一つなくすっていうことですね。そういうことです。言ってくれてありがとうございます。それです。どれぐらい買うのでしょうか？お任せします。お任せします。たくさん買ってもいいし、少なくてもいいってこと？はい、なるほど。今食べたいものを、だからこれを買いに行く手間を省くから、いっぱい買って蓄えておくのよ。あ、そういうことね。貯蓄です。貯蓄ね。はい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 。そういうことですね。冷蔵庫パンパンってことですね。パンパンにしましょう。また何食べたいの？何食べたいだろう。何作るの？でも普通にカレー食べたいな。うわっ、カレー久々しく食べてないですね、うん、自分で作った。冷蔵庫空きがある。あ、確かに。冷蔵庫パンパンに買うってことは、こいつをこちら空にしときました、昨日の夜。うわぁ、お前そしてめぇ、てめぇ、うつしまったぞ。まだでした、すいません。お前パンパンやけ、どっちかって。そげぇ、お前なんなら、お前卵新品であるぞ。じゃあまあ、一回冷蔵庫の中片付けて、はい、まあその必要最低限のものは残して、うん、そこにたくさん入るぐらい貯蓄できるように、うん、日本版コストコ業務スーパーでたくさん買い物をしてくればいいんじゃないでしょうか。そうしましょう。買い出しチームでーす。じゃんけんに負けました。そして運転じゃんけんも松蔵くんが負けました。自炊ね、ほんとできないわ。まだした？こっち来てしてないんだよ。だよね。またにもらった炊飯器もまだ綺麗だよ。ちょ、返してもらう。それは確かにちょっとあるな。使ってねえな。ほんとに。いきますよ。おお、ね、買ったよ。おかえり。おさえだだだだだだ。何これ？板こんにゃく。なんかね、箱くせんだよこれ。それだけ今。あ、なるほどね。スーパーでダンボール借りてきたってことか。そうっす。あ、なるほどね。確かにこっちも持ちやすいし。確かにな、糸こんにゃく買いに行くのもよくわからん。はい、なるほどね。いろいろ買ってきてる。はい、いっぱい買ってきましたよ。うわ、なんだこれ。肉団子。肉団子。まあこれは今後のね、楽しみってことで。あ、なるほどね。今日は食わんけどってことで。今日ではないです。いいでしょ。やばい、おいしそう。冷凍みかん。パイナップルもあるやん。違います。え、パイナップルじゃないの？ポテトだ。でか福神漬け。これやっぱカレーを作るからね。なるほど。そうです。あ、カレー作るんだ。お昼はカレーです。これもカレーに入れたい。カレー、はい、ズッキーニ。ズッキーニ、ズッキーニ入れんだ。おしゃれやね。夏野菜カレーです。美味しそう。一旦冷凍するよ。はい、夏野菜カレー。ナスビは？あ、ありません。え、夏野菜カレーにナスビは一番いるって。もう入らんて、パパ。冷凍庫の方。冷凍庫もパンパン？閉まるんすか？ギリ閉まるよ。あ、閉まるんや。うん。ああ、まあなるほどね、そういうこと。うわぁ、え、もうパンパンじゃん。パンパンじゃん。パンパンじゃん。あれ？あ、冷凍庫パンパンだけど。冷蔵庫はまあ、今一人暮らしなんし。右側がやや埋まり気味ぐらい。まずいですね。まずいんこれ。貯蓄爆買いっていうのがコンセプトであったんですけど。なるほど。これ予想外です。足りません。これただの一人の買い物ですよね、成人男性の。まあ確かに、ちょっと買いすぎちゃったくらい。まあ埋まってはねえな。うん、これダメです。ってことで急遽
僕と陽平くん、はい、ご指名入りました。追加で買い出し行きましょう。わかりました。ここ埋めたいわけね、あんた。はい、これは埋めたい。これぬるいでしょ。ってことで僕ら2人買い出し行くんで、はい、残りの3名カレー作りお願いします。ちょっとお願いしますよ。なんだか好きやろ、哲也。哲也、哲也なんで金髪にしてるか知ってる？なんですか？サンジに憧れてこの髪型にしてるの。ダセーじゃあちょっとそうそう、眉毛もどうにかしないとね。確かに事実無効。じゃあ、よく行きましょうか。生まれなんでもいいでしょ。はい、任せて。美味しそうなの買ってこよう。全部ブルーベリーにする。では、お願いします。本日も割烹のうちのお時間がやってまいりました。本日の献立ではですね、カレーです。カレーを作ります。具材の方、基本的に全てカット終わっております。というか、冷凍です。ですので、ぶち込んで終わりです。それでは、作っていきましょう。完成。追加だ。おお。あ、重い。うわ、重い。とりあえずさっきよりも量があると。飲み物めっちゃ美味しい。大体飲み物しかなかった。大体冷凍でな。よし、このパンドラの箱に入れていこうぜ。しゃ。納豆や。めっちゃ納豆ある。どこある？本当だ。もう味噌汁の新しさとか。ペプシなんて久々に見たぞ。辛いし焼きよ。味噌だ。あがれてがついたやな。おいー、うわ、味噌汁やん。いいね。業務用焼きそば。すごっ。これで1キロだって。お前、もう、いい感じ。おぉあーこれしばらく、これ自炊できるよね。いただきましょう。です。ます。いただきます。いただきます。どう？なんだこれ。え、そうなんだよな。いや、でもうまいよ。うん、え、いや、うまい、うまい、うまい。いや、うまいっす、うまいっす。ほら、すぐ帰る。いや、うまいっすけど。いや、聞いて。うまいんだけど、目つぶって、これ何かって聞かれたらカレーって答えられない。嘘でしょ。え、これはカレーだよ。嘘でしょ。ブロッコリー直で入ってんのもろいな。あ、ブロッコリーサイズでかくね。ブロッコリーも選んだら僕です。ブロッコリーはいらねえだろって、うん、カレーに入らねえだろって。なんか、トウイが入れたいって言うから買ってきたんです。ブロッコリー良くないですか？シチューだね。合わない、もしかして。いや、あれだけどして合わないということですか、それは。ズッキーニがいいですね。うん、うん、また辛い感じね。なんでトウイがその、えってなるかっていうと、トマト入ってます、しっかり。あーあー、酸味だ。うん、あ、なるほどね。だからホールトマトガンって入れたら、トマトやっぱ失敗だったね。やっぱさ、作ってくれる飯が一番いいわ。いや、ほんまに。ほら、コンビニのヘビーユーザーだからな。確かに。コンビニ歩いていけないんですよ。うん、昼飯、当番制します。ここでね、おもろい。技術もありっすね。6人分しっかり。うん、いいと思う。やる宣言、これ。俺は別に料理できるからいいけど。うん、多分でも、できるようになるからね。心配なの。あはははは。怖いっつって。火災発生しそう。いや、嬉しいですよね、うん、バクバク食ってもらえるのは。うめえわ。カレーってさ、スープカレーみたいにシャバシャバが好きかドロドロ好きかどっちが好きか。あれ、分かれるね。いや、どっちも好きだな。強いて言うならドロぐらいだけど、別にどっちも好き。強いて言うならドロです。おお、ドロです。おお、サラ。あドロ。うんうん、分かってるんだよ、先自分で言えや。こっち、サラ挟んだんだよ。さっきその話してたんですよ。ああ、トマトだけ違う。レジ込みでこれだった。かき氷どっち派すか？あ、はいはいはい。え、ちょっとね、かき氷って何かがあるのか。え、二択。二択だよ。やっぱ分かんないもんなんか。さっきマタゾさんに聞いたら、練乳って。うん。なんか二個しかないから。これ逆かどうかって話。上に乗ってるかどうかってこと。え、サラサラ感じゃないんですか。あ、そうそうそう、ようよう、ふわふわ感じゃない。あ、そうそうそう、そういうこと。それはさ、せーの、ガラ。え、分かれた。サラガリガリだ。ええ、まあ食感ね。そう、なんかクッ
ったわーって気がするじゃん。確かに確かに確かに。だからもう安っぽい本当に自治体のお祭りの50円のやつが好き。シチューって言ったらどっち外すの？あ、シチューもあるわ。せーの、クリーム。え普通のやつ俺の。まあ一回やって一回やって一回やるから。酢飯か普通か。普通の、はいうん、ネタシャリがね。はい、せーの酢飯。さすが。それはね。あんこ。ああ。はいはい。対照的なやつ。せーの。こしあん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 。スープ。なんでね。まあまあ。なんかいいや。カレーかハヤシライス。おお。なんかわかりません。ビーフシチューは。じゃあそれもありましょうか。さ、三択じゃねえ。三択でいきましょう。一回ね。せーの、カレーライス。ハヤシライス。ハヤシライス。あ、嬉しい。ビーフシチュー。カレーライス。だーっと。いやー。合うな。やだな。やだな。カレーの辛さ、辛口、中辛、甘口。あー。せーの、甘口。甘口。中辛。甘口。辛口。中辛。ちょっと遠い、俺ら最後にすんね。いや、間違いない。間違いない。こうでした。やっぱ釣れたんだからさ、こっち最後にすんね。いや、でもうまかったです。美味しかったです、本当に。美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。